こんにちは。こんにちは。はい。というわけで、はい、上川です。柴田裕樹です。よろしくお願いします。お願いします。はい。こちらいつもの通りですね。はい。はい、世田谷区上町にあります。はい。立浪会の、ギャラリーで、はい、この番組をお送りしたいと思います。はい。はい。お願いします。今日はですね、ゲストトーク番組としては、そうですね。はい。2回目でございまして。はい。はい。そうなんです、ね。私がする、はい、司会するのは2回目でございまして。はい。はい、だいぶこちらの立浪会で収録するのも回数を重ねてきまして、はい。ちょっと慣れてきました。あ、素晴らしい。はい。素晴らしい。というわけで、私、上川圭司もミュージシャンでございますが、はい。はい、こちらも、柴田裕樹くん。あ、はい。はい、僕も、ギター弾いて、歌っております、はい。歌っておりますが、はい。今日はアシスタントということで、はい。はい。来月には、はい。柴田裕樹くんのメインの、番組を撮るということで、ありがとうございます。まあ、ちょっと慣れるためにも、ありがとうございます。アシスタントとして勉強させてもらいます。はい、はい、思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。というわけで、今日はゲスト3組、はい、お呼びしております。はい。はい、柴田君はちょっと誰も面識ないと思いますけど、あ、もうはい、今日本当に初めましてで皆さん初めまして で、 そうですね。はい。はい、上川ちょっと知り合いの、はい、全員面識のある方を、はい、お呼びしておりますんで、はい。はい、では3組、はい、お呼びしたいと思います。はい。はい、ではまず1組目。ヘルシー松田さんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、どうも。よかったらお名前を。パントマイムをやっております、コミックマイムのヘルシー松田と言います。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで大道芸人さんでよろしいですか。いや、大道芸人ということじゃないんですけど、まあ大道芸もやると。大道芸もやる。何でもやると。はいはいはい。仕事パントマイムの仕事もあれば何でもやるということです。はいはいはい。ですね、代々木公園、はい、で原宿に、あ、代々木公園、はい、私よくストリートライブをやってるんですけど、あ、はい、そこでの顔見知りです。あ、そうなんですね。はい、そうなんでございます。こちらはヘブンズアーティストって、はい、東京都公認のね。そうですね、はい、やって、噂には聞いたことあるんですけども、はい、はい、こうしてお会いさせてもらうのは初めてですね。そんな、はい、ライセンスを取ると、はいはい、まあその時間帯は自由にできるというシステム、はい、そうですね。代々木公園とか、まあ、都庁のどこどことか、そうですね、どこどこ会館の上とか、ね、はい、あれの審査が必要なんですよね。そうですね、審査があって、毎年1回か、はい、2回ありまして、はい、そこで受かればやれると。あ、そうなんでございます。今だんだん厳しくなってきたんですね。私最初ですから、はい、最初はすごい優しかったです、みたいな誰でも今は厳しい。上川も音楽部門で受けてるんですけど、ずっと落ちてますからね、私。そうなんですよ、そうなんですよ。なかなかヘブンズアーティスト難しいんでございますが。あ、そうなんですね、はい、でそれは一度パスすれば試験というか、その更新される。あ、できるんです。更新は、はい、また試験受けるってことじゃなくて、はい、もう継続すれば、そうです、OK、もう自動更新で、はい、そうなんです。あ、そうなんですね、うん、なんで毎週日曜日ほとんど顔を合わせてるんですけど、そうですね、はい、素性は全く知らないという、はい、それよくあるちっちゃい飲み屋のなんかそんな感じですよね。常連で顔はよく知ってる名前ぐらいしか知らないみたいな。私もね、まさか上川さんがね、はい、こういうことをなさってるとは全然分からなくて。ああ、そうなんですよ。あ、まあそういうことやってるのはぜひ撮ってくださいということで、はい、はい、というわけでその素性を聞いてみたいと思いますんで、今日はお願いします、ね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、というわけでそのパントマイム、はい、というかそういうのを始めた歴は長いんですか。長いですね。もうどれぐらいですか。もう35、6年ですかね。35、6年、はい、初めて、はい、はい、それが初めてですか、そういう表舞台に立つこのきっかけ。それまでですね、まあ俳優やってたりとかお笑いやってたりとか、うん、高校の時演劇部で、はいはい、それで役者志望で東京に来たんですけど、はいはい、それの勉強の一つとしてパントマイムを習い始めたわけですね、はいはいはい、それがまあこうなったという。パントマイム、それは師匠がいるんですか。そうですね、ちなみに何ちゅう師匠ですか。佐々木宏康先生、はい、この近くのですね、はい、駒沢大学駅ありますよね、はいはい、ありますね、その近くにあるんです。あ、そうなんですか。日本マイム研究所、日本マイム研究所ってのはあるんですか。日本で一番古いですね。え、あ、そうなんですか。日本でやってるパントマイムの人は大体もそこは出てらっしゃるんですね。あ、そうなんですか。ちなみにどれぐらいパントマイムやってる人っているのかね。数限りなくいるんですかね。僕の時はね、もうほとんど貴重な存在でしたけど、パントマイムっていうのね、ほとんどいなかったんですけど、うん、最近多いですよね。
多いですね、うん、まあそのいわゆるプロアマーを襲わないなと思う、全然いっぱいいると思うんですけど、100人ぐらいいるんじゃないですかね、前は本当指で数えれましたから、あれもやってるこれなんか、うん、そうなんです、ね、はい、ちなみにパントマイムの定義ってあるんですか？はないですけどね、まあ一般の素人で見ると、うん、壁やる人はい、とか、そうですね、壁に吹かれてやる人とか、そう、あれがまあ、ね、パントマイムですけど、まあ何やってもいいんですよね。パントマイムってどういう意味なんですかね？パントマイムは語源はギリシャ語なんですよ、はい、2000年前の、はいはい、2000年前の、だからね、パントスミモスってきた、パントスミモスが変化してパントマイムで、パントスってのは全てなんです、はい、ミモスは真似る、全てを真似る芸と、わーすごいですね、だからこれも真似ですよね、そうですね、マフですね、壁も真似、はい、ね、こう食べてるのも真似、こう綱引っ張ってるのも真似、エスカレーターなんかよくやりますが、あれも全て真似ですよね、中学生の時にね、必ず誰かやりました、2回やってます、中学校の時とか、ね、だからもう全部真似ですよね、だから今モノマネブームですけどね、うん、もう昔からパントマイムは2000年前からモノマネしてたってことですかね、うん、ちなみにその今ずっとこのパントマイムでこうプロとしてやってるって方ですか？そうですね、それは、その歴が35、6年です、すぐプロになれたもんなんですか？いやいや、もうね、始めた頃はパントマイムの仕事なんかなかったですから、うん、だからほとんど先輩もアルバイトをしながら、うん、でどういうことが仕事があったかというと、まあ、劇団で教えるとかね、はいはいはい、そういう演劇のカリキュラムの中の一つ、そうですよね、お芝居の、必須科目みたいなのがありますよね、セリフ始める前はみんな黙ってますからね、うんうん、こう沈黙の芸ということで、すごい、演劇の基本だと思いますよね、一番のね、でもその当時ってパントマイムっていう言葉自体も誰も知らなかった、知らなかったですね、で僕たちの仕事があるのはね、パントマイムって一番最初の仕事はね、人形振りだったんですよ、よくね、笑点の前に立って、はい、いわゆる人形の真似してるんですよ、こうやって、はい、ロボットダンス的なこう、そんな感じですよね、はいはい、で瞬きしないんですよね、はい、だから今パントマイムやってると、大体パントマイムやな、これですね、パントマイムって言われるんですけど、うん、その当時はね、パントマイムって言うと大変ね、瞬きしないからって、うん、そういう感じでしたね、うん、あ、そうなんですね、それでね、結構人気ありましたよ、人間か人形かってこう動かないわけですから、はい、人形の真似をしてるわけですから、うん、でお客さんが来るとこっと動いたりで、またこっちでそっと動くだけですから、中にはまあ本当に人形と思ってる人もいましたね。あ、まあいつもあれですね、代々木公園のすぐ入り口というか売店があるんですけど、あそこが定位置なんですか？そうですね、代々木公園はね、ヘブンアーティストで定められてる3カ所ありまして、うん、はい、原宿も、はい、そして噴水、はい、そしてあっちの野外音楽堂がありますよ ね、はい、あっちの3カ所で、はいはいはい、野外音楽堂はほとんど人が来ないんで、あ、そうなんですか、誰も行かないんですけど、はいはい、私は原宿門の方が好きで、そこでやってるのと、他でもやるんですか、上野公園とか他の場所ももうやりますね、でもヘブンアーティストでやるときはもうほとんど代々木公園です、なんか代々木公園がね合うんですよ、私に。あ、で上野っていうとどうも合わないんですよね。あ、なるほど、それ代々木公園がその外国人の人が多いからとか、そういう、それが一番ですね、外国の、でも外国人の人受けがいいですよね、受けがいいですよ ね、僕も代々木公園でやってるのはそれはあるからとか、本当に、そうなんですね、なんというか、またヨーロッパなんかね、大道芸はポピュラーですからね、やるともうすぐ集まって、でこう投げ銭というかね、お金、まあ帽子ですけど、ね、帽子に入れるという習慣ありますから、ちゃんとお金集めて OK なルールになってますんで、はいはい、そのヘブンアーティスト以外の場所でもやるんですか？その方が多いですよ、どうで、どっかこれ今月見てる人がね、はい、見たい時は原宿はちょっと行けないけど、そうですね、どこどこのお祭りを毎年行ってますとか、こう定番の場所とかがあればはないんですけど、例えば今月だとね、もう福島のね、文化センターの人に呼ばれて、はいはい、福島県内の小学校と幼稚園回ってるんですよ今。あ、そうなんで、今度また今度の月曜日も、はい、福島の方に寄せていただくんですけど、もうかなり回りますね、福島。そうですよね、この間この
予定の話をしてるの、ちょうど福島の帰りで、今東京に着いたばっかりでみたいな話をしてましたけど、はい、それも福島で毎年やるフェスティバルがあります、はい、北方の方で、はい、そこで見ていた人が、あ、じゃあ今度出てくださいますかっていうんで出てもらった。あと、もう震災の関係もあるんですか。震災そうですね、勇気づけようとありますね。もうあの特にあのお子さんたちに、うん、あのいろんなものを見て元気になってもらうという、うん、まあ子供にはあのやっぱ受けますよね。またね、あの大体先頭は子供ですよね、よくいつもあのちょうどねトイレがあるので、はい、トイレの時によく言いながらこう、うん、状況を見てるんですけど、大体子供がこう、うん、こんな感じで近寄ってくるんですよ見ていいのかなみたいな感じで警戒しながら興味示しますよ ね。でもやっぱりまだあの物珍しさっていうのはやっぱりまだまだありますよね。そうですね、パントマイムに対してはね、ただあの代々木公園っていうのは日本でも不思議な国、場所ですよ ね、うん、すね、あれだけいろんな国の人が来る場所ないんじゃないですか、ほとんど日本だと、ね、もうどっから来たって聞くと、はい、フィンランドとかね、最近オーストラリア多いですよ ね、上のオーストラリア多い、まあ、ちょっと観光地っぽくなってるので、うん、その例えば観光旅行に来る人たちはそこに見に来るし、うん、そうそう、あとはその三角フリーステージのところで、うん、よくタイフェスティバルとか、はい、あのバングラディッシュフェスティバルとか、うん、そういうその国のフェスティバルがあるから、はい、タイフェスティバルだったらタイの人がいっぱい来るじゃん、うん、ああそう、インドフェスティバルだったらインドフェスティバル来るし、はい、そういうこう物産展的なところもあるからいろんな人が来るっていうか、そうなんですね、うん、やっぱあの駅前で見てれば分かるんで、今日はなんかバングラディッシュっぽいなとたらやっぱりそうだね、すごい。で外国の人ってね割とパーティーが好きなんですよね、はい、でよくパーティーに呼んでもらうんですよ、はい、あのパフォーマンスやってると今度パーティーやるからパフォーマンス来てくれないかって、ギャラいくらだ、まあ、あの適当に交渉してそうするとね、よくパーティー行きますね。へえ、なるほど。じゃあこの辺でちょっとパントマイムをね、はいはい、実際にここでやっていただけるってことで、まあ、そう、パントマイムっていうかね、そういう場所でやってるネタをね、はい、ちょっとじゃあ見ていただき、はい、ちょっとお願いできますか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、コミックワンのヘルシーマスターです。私は今世界の人々の笑い方を研究しております。ぜひそれをお聞きください。それでは Ladies and gentlemen, I'm studying the way people laugh all over the world. First, Americans. Hey, John, what are you doing in Pioneers? Are you really? Hell, John Trump's crazy and burning. We're scared from the You ain't scared now. Second, the people who laugh sadly at the Chinese. 嚯，你们好，用自己名和导致大关系。So the friend who laugh with their nose. 3 de gobotes de jupexi, oui, le traître de madame.ブリジコモノン Fifth, let's look at how the people from the coldest corner of Russia laugh. Навружник нити, дубручка не зарубила. Да, хорошо, очень хорошо, да.imagine a large old woman from Italy. Orecchiette, caponata, peperoncino, gelato, guarda, mi rompe niente. Finally, let's see how the German laughIst ein Unzugurt, ich bin des Angriffs, ich bin. Segai no warai desu. Yeah, yeah. Minasan, arigatou gozaimasu.
こんにちは、コミックマイムのヘルシーマサです。今日は、教育的なパントマイムをご覧ください。海の生き物です。ありがとうございました。告知あります？ホームページがあったりとか、こう事務所が、事務所の連絡先とか。ああ、何もないですよ、ね、仕事の依頼はこちらにとか。ないですか？仕事の依頼は両平公園に来てって、テクテクテレビに。え、俺が窓口？窓口。というわけで、はい、パントマイムどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、あんな感じですよね、はい、素晴らしいお客さんで。やっぱりね、やっぱホームとかアウェイとかありますよね。やっぱ受けやすいとかになりますよね、うん、芸人はね、お客さんが喜んでくれると、はい、プラスアルファの動きが出てくるんですよね。あ、これはね、多分歌手の人もそうだと思うんですよね、はい、そのお客さんがわーっとなると、その思いもかけない力とか ね出てきますね。で、逆に軽蔑された目に見るとこんな実力じゃないんだっていうような実力が出てきますよね、うん、まあ、とりあえずこういうのを見てですね、はい、仕事の依頼がっていう話を今ね、はい、そのカメラのこうセッティングの変えてる間にしてたら連絡先が特にないってことなんでね、まあ、それね、テクテク TV を見て、はい、広島さん仕事の依頼をするときは、はい、ではテクテク TV のホームページから、はい、上川宛までメールをくださいと。あ、お願いします。上川さん、上川さん、ね、どんな仕事でもやります。だからホームページとか今ないんですね。そうなんですよ、はいはい、ちょっともう時代遅れなんで、うん、一応ヘルシー松田で検索すると、子供用のなんかお仕事が、そうですね、子供劇場さんとか、ね、はい、そういうのをやっていただいてる事務所にはつながるんですけど、はい、一般にこういうなんかちょっと来てくれとかそういうのはないんですよね、うん、あれヘブンズアーティストはそういうなんか連絡先をこうやってくれないですか？あんまりないですね。本当ですか？ないか、それとも問い合わせがないだけで実は他の子いっぱい来てた。それは分かんないですけど、いや、すげえ話戻りますけど、はい、なんでヘルシー松田なんですか？これがですね、最初ベルシー松田だったんですよ。ジョン・ベルシーってコメディアン、はいはいはい、ブルース・ブラザーですね、はいはいはい、でベルシー松田で、スパリズハワイアンってね、今ちょっとまた復活してね、うん、フラガールで頑張ってらっしゃいますけど、はいはいはい、あそこがね、もうどうでしょう、20年ぐらい前ですかね、うん、呼ばれてワールドパフォーマンス広場っていうのがありましてね、うん、そこでやることになった、はい、なんとね、看板を作ってくれたんですよ、はい、いや、そんな、ね、有名じゃないのに看板なんかいいですよって、すごいいい看板をね、はい、作ってくれて、パッて行ったら、うん、ヘルシー町田になってたんですよ。でいや、ベルシマだとかヘルシマだとかもう言えないって感じだって、まあいいか、ね、
キーパーのこれは有名、ちょっとね売れてるとかちょっと名前知ってるっちゃ困るけど、で後で考えたら、あ、これも悪くないなと思って、まあ、そうですね、あの後で言ったらベルーシージョン・ベルーシーさんも亡くなっちゃったしね、ベルーシーも人の名前よりこっちの方がいいかなと思って、でまた外国行くとね、うん、はい、呼びやすいみたいですよ、ヘルシーっていうのは、ね、まあね、そうですよね、英語ですからね、ヘルシー、ヘルシーって、そうか、でも結局は事故だったわけですよね、そうそう、偶然の産物、偶然ですよね、だからあのその何万かけたか看板も無駄にはならなかった、ね、無駄にしなかった、もうでっかい看板ですよ本当に、あのよくね有名な演歌の歌手の人が来て買ったりの看板ですよ、そうね、すごい、ベルシーはヘルシーですからね、あれはヘルシー松田だって今後はヘルシー松田はどうなっていくんですか、今後はですね、はい、あの将来の夢とか希望とか、いや僕はね、あのアメリカでやりたくてね、これを始めたっていうのがあります、はいはいはい、ところがね、ロシアにはよく呼ばれたとか、一番長いのロシア行ったんですか、ロシアでね、それは外国は全部大道芸じゃなくてちゃんとした劇場で、はいはいはい、例えばロシアと新潟からね飛行場ってハバロフスクっていうとか、うん、あそこはね、パントマイム劇団ありますね、はいはいはい、そこと合流にやったりとか、あともうモスクワの方とかヤロスラベルとかサマーラのフェスティバル出たりとか、で一番長くいたのはベルリンなんですよね、うん、ベルリンのコメディシアターで3ヶ月、はい、あのバラエティカメレオンっていうね、こういうカメレオンの人形をつけたバニーガールの人、はい、こういうお酒だからして、うん、でショーを見るっていうところだったんですけど、300ぐらいのお客さんが毎日満員でしたね、そこが好きなんですね、向こうの人を見るのがね、でアメリカはまだ行ってないですか、アメリカ行ってないですよね、だからぜひですねこのテクテクテレビ見ててですね、はい、アメリカだからオファーがすいませんそこまで大きくないと思った反響はいやいやいや、あのそこら辺に住んでるアメリカ人でもいいですからね、まあね、いればねいれば、あ、分かりました、まあそれがまあ夢ですね、なるほど、まあ一回行ってみたいですね、なるほどね、はい、はい、ぜひこんな感じで、じゃあこれからもぜひよろしくお願いします、ゲストはうち何回も OK なんで、あ、そうですか、はい、あと、はい、来てもらったり、はい、あとヘルシー松田企画でもいいですよ、あ、いいですね、ヘルシー松田のパントマイと、はい、パントマイム教室とかあるんですよ、あ、いいですね、こうハウツー的なんで、あ、そうですね、うん、みんなで挑戦してみるとか、あ、はい、ぜひいろいろ考えてもらって、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、最後は行きます、はい、よろしいでしょうか。